近くですね。はい。ちょっと待ってくださいね。早っ。川子ちゃん早い。こんばんは。あ、はい。ちょっとどこが多かな。あ、そうです。あ、ありがとうございます。あ、すげえ、もう見ずにもう。ああ、完璧だ。さすがです。すげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。え、今日はこれ？これですか？マイクこれですか？マイク、あ、はい。あ、どっちでもいいですよ。使いやすい。どっちもつける。はい。ゴシゴシ。あ、みんな早い。ありがとう。はい、では10秒前です。はい、久々に帰ります。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。はい、始まりました。 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと中地です。お願いします。お願いします。ということでですね、はい、なんとですね、僕たち、はいはい、ラジオ2人で揃って3週間ぶりです。あーそうだよ。まあ、1ヶ月ぶりか。ほとんど1ヶ月ぶり、1ヶ月ぶりだ。そう、うん、1ヶ月ぶりだ。そうなんですよね。まあいろいろあって、まあまあまあ、まあ、最初の、あ、そっか、そう、いろいろあったね。まあ、僕が石垣行ったり、まあ、中島東京行ったりしてね、はいはいはい、パタパタしてて、なんだかんだ2人揃ったのは1ヶ月ぶりということで、うん、あ、久しぶりです。なんでよ。結構あったから、ね、なんで気まずい。今ほとんど結構毎日あったけど、はいはい、コメント早いっすね、うん、ありがとうございます。今日のナンバーワンはかーこちゃんです。おめでとうございます。こんばんはと来てます。ありがとうございます。いつからこんなのやつだっけ。わかんない。一番祝うっていう。いやだってツイキャスのさ、公式のやつの通知より早くコメントしてるからね。すげえ。そして、ね、ゆぴさん、ゆわぴぴさん、はい、ありがとうございます。こんばんは。今日は寝るまで聞きますよ。おー、来た、嬉しい。謎リスナーじゃないよ。火曜日一番の楽しみで見てるよ。おー、ありがとうございます。ゆわぴぴさんね、いつもありがとうございます、はい、本当に、ね、いつもね、コメントして寝てらっしゃるので、ね、今日は最後までお願いします。、うん、お願いします。ゆうねさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。そしてこれはなんて呼べばいいのかな、ビエリエベア、ね、ちょくちょくコメントしてくれますね。こんばんはという。こんばんは、ありがとうございますね、いつも本当に。シュプリームさんから、こんばんは、今井エリコです。久しぶりに2人揃ったね。あ、ちょっと話題のエリコさんが。そうなんですよ、マジで久々なんですよ、2人揃ったの、はいはい、本当に。お、折戸間さんから、キャス君のこんなのあったんだ。スタンプをキャス君のスタンプ、どうだったの東京とかは。東京はもう、うん、まあまあ普通に楽しかったんだけど、はいはい、やっぱね、汚い街でしたね。本当にあれだったし、だからお前凝縮した岡間の街行ったんだろ。あ、そう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 。どうだったの。もうあっちはね、だからお前おすすめしない。ツイキャスだ、こいつがだから岡間の街に、うん、とか、うん、歌舞伎町か、うんうん、に行くって言って、うん、で生配信するって言ったの。そうそうそう、してたんですけど、してて、だから俺からしたら、うん、してたけど何らかのね、トラブルで消されたさ、うん、面白かったんだけどなあれ。そうだから、お前が多分間違えて消してしまったさ、指突っ込まれたりとか。そうだから消したさ。あ、俺とリョウと生配信見てたばよ、昨日。はい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 、はい、見てて、あ、はい、普通に見てたら、うん、急に消されたから。待って、これ二人でリョウと絶対掘られてやすさって思って。あれ、中田猫さんから、あら、ツイキャス止まってる、ツイキャス止まってる、止まってます、ツイキャス止まってます、画面がかな、ツイキャス止まってます、大丈夫、今大丈夫。はい、ということでですね、そう、だから本当に掘られたのかな。でも指突っ込まれたっていうのは、指、もうだから口に指突っ込ませてって言って、うん、はぁ、何みたいな、うん、で、そしたらもう普通に突っ込んでくるし、もうずっと腕触るし、あと指を触っただけで、あ、だからそれ聞いた、チンチンの大きさが分かるとかね。どういうこと、どこの指を、なの、右手の、あ、利き手の人差し指、うん、利き手の人差し指。だから俺右利きだから、右、これは何、勃起状態ってこと、それとも普通状態。あ、普通状態。え、普通の状態、これかな。でもバッチ当ておった、大きい、お前当てるの。うん、当たってた。だから3名で行ったんだけど、うん、まあ1位2位3位で当てて。え、じゃちょっと待って、俺と中地何、じゃあ、はい、比べよう。多分お前の方がでかいかな。中地もでかい、一緒だよな、一回見ていい、似てるよね。俺と中地のチンコ似てるんですよ。ちょっと見ていい、ちょっと見ましょうね、ちょっと見ましょう、すいません、ちょっと、あ、これ、いや、ギリギリ映る、これ、あ、大丈夫か、ちょっと見てみよう。あー、ちっちゃくない。
影分身かよ股間の影分身かよ、ほとんど一緒だよ、ビビってやん、なんでこんな股間一緒だばや。東京汚かったですね、沖縄がいいですよ、もう石垣にね、石垣がね、うん、あーだから いいなと思った、島、うん、やっぱよ、超いいなと思った、ミスった、旅行する場所いやいやいや、東京は東京でいいけど、俺はね、だからおばあちゃんおじいちゃんのね、親戚のとこ帰ってたんだけど、素晴らしかった、ね、いいなぁ、うん、ゲロだらけだよ、歌舞伎町とか、本当に電車の中にゲロあるからね、マジで、うん、誰か入ってからまだ片付けられてない後ってこと、そうやばいだろ、みたいな、お前が電車乗ってる時、俺水牛乗ったから、うん、最高水牛いいなぁ、めっちゃでも面白かったよ、水牛、なんか、うん、なんかちゃんとやっぱ愛情持ってるわけさ、はいはいはい、ピーちゃんって言うんだけど、名前つけてるんだ、水牛を、うん、もうほんと100年ぐらい前かな、はいはいはい、もっと前かも、水牛を初めて持ってきたみたいな人がいて、はいはいはい、売ったみたいな、うん、その水牛の子孫たちで今水牛やってるわけさ、竹富島とか石垣、はい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 、やってて、やっぱ めっちゃ愛情持ってるわけさ、ってかもう何代目みたいな、はあ、うん、初代の子供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 たちみたいなが今やってて、え、あれいくらぐらい？めっちゃ愛情持ってる。うん、1回1000円ぐらい。ああ、安いね。うん、30分1000円ぐらいだから。へえ、だからあれでしょ、この、うん、ビーチとか海歩く、あれめっちゃいい。うん、俺干潮で水なかったやつ。砂浜、砂浜をただと、え、マジで干潮だった。終わってた。で、ピーちゃんって言って、ああ、いや、ピーちゃんはね、みたいな、ほんと愛情持ってて、しかも、はいはいはい、このバシバシ、あ、バシバシではしないけど、なんかこう、うん、ね、はい、スター、なんか、レッツゴーピーちゃんとか言って、歌、うん、わかる、なんていうの、あれの、司令塔みたいな人いるさ、うんうんうん、あ、案内してくれるインストラクターみたいな、うん、あの人が一番前に座って、はいはい、歌やったり、この牛たちの説明したり、うん、石垣の説明したり、まあ、このピーちゃん操ったり、はいはいはい、するんだけど、うん、ピーちゃんへの愛情がすごくて、マンツーマンで20年ぐらいやってきてるわけさ、だからピーちゃんへの愛情がすごくて、ピーちゃんについてめっちゃ自慢するわけさ、ピーちゃんはね、もうこんななん子供なんだ、もう自分のピーちゃんはね、みたいな、内輪さ、内輪ってこうなんと曲がるときにこうなんか石とかにぶつけたこともないんだよみたいな、ちゃんと自分で内輪さ考えてるからね、いいそれ、うん、でピーちゃんはね、もうなんか人にこういたずらとかもしないんだよ、ピーちゃんはね、ずっと自慢してて、はいはい、ピーちゃんいい子だなと思って、でピーちゃんはねって言って、ちゃんとこう海の上でしかうんこしないんだよ、おお、ちゃんとそこらへんしつけられてるんだよ、お利口さんって言った瞬間、うん、あの陸歩いたピーちゃんがブリブリブリって言ったブリブリってうんこして、え、マジマジマジでブリブリってうんこして、コントやしや、コントマジ、お、ちょうどそのタイミングでうんこして、水牛のうんこはやばいだろ、おっさんが、うん、ピーちゃんって言って、うん、バケツ持って下にこう構えてブリブリって死に大量のうんこだよな、バケツに入れて、うわー、きつ、反抗期かねみたいな感じでいいな、水牛、水牛ってしかもさ、こうひ前で引いてるから、うん、うんこ衝撃的なぐらい見える、あ、そうか、そう、目の前か、うん、やば、もうアナルここにあるからね、あ、そうか、ピーちゃんのアナルが、うん、アナルがヒクヒクして、ヒクヒクして、で、なんかぐわー広がって中から大量のうんこがボッタボタされてそうそう、きついな、あー、まあ、石垣水牛が有名さ、うん、はいはいはい、あの、まあ、東京だったら浅草の人力車、あー、そっかそっか、あ、人力車が有名です、ね、もうがっかり、人力車もしかしてブリブリしないよやん、うんこしないよ、それはさすがにか、はい、どうだった人力車、あの人力車めっちゃキャッチしてくる、あ、その引いてる本人かってこと、そう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 、引きながらってこと、あ、いや、あの止まって、はいはい、で、どうですか人力車、どうですか、いいお兄ちゃんですね、うん、みたいな、あ、そうなんだ、もうもうゴリゴリキャッチしてくる、もう風俗みたいなもんか、そう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 、個人のこのあれかも、うん、多分会社っていうか、うん、まとめてるのは一緒だけど、まあまあまあ、多分歩合制みたいな感じなのかな、分からんけど、はいはい、確かにゴリゴリのキャッチ、うん、で俺なんか男3人で歩いてたんですけど、はいはいはい、男3人で歩いてキャッチに、うん、めっちゃ人力車の人にキャッチされてて、うん、でちょっと乗ろうかなって乗った方がいいよ、何円ぐらいで、分かんない、値段分かんない、まあ、怖いね、ちょっと高いかも、うん、で、まあいろいろどうすかお兄さんたちみたいな声かけられて、うん、で、ある人にはなんか、はいはい、男祭り僕大賛成ですっていうキャッチされておおと思ってどういうキャッチこれと思って、そうそうそう、だから普通のキャッチじゃないけど、そういう面白いのもあったんだけど、やっぱ、うん、あ、なんかやっぱこれぐらいゴリゴリキャッチしないと厳しいんだなって、まあね、沖縄のキャッチとか適当だもんね、あ、ちょっとこれめっちゃ話したいことがあって、今日、撮影があって、あ、ね、だからそう、だから中地がとあるね、うん、RBC のちょっとした、まあ、再現 VTR なんですけど、再現 VTR の主役になって、主役やってて、うん、で、まあ2日目なんですよ、
はいはい、2日間かけての撮影で今日が2日目で最終日なんですけど、はいはい、午前中朝8時半から事務所でずっと撮影してて、はいはい、12時まで、うん、僕一人の撮影だったんですよ、うん、もうずーっと、うん、がっつり台本とかもあるってこと、台本ももちろんある、うん、セリフもあって、はいはい、動作とかもあって、うん、まあ4時間ぐらい撮影して、うん、で昼休憩挟んで、はいはい、また移動して撮影だったんですよ、うんうんうん、で事務所の撮影が結構早く終わって、でみんなご飯食べに行こうって言って、うんうんうん、まあ、スタッフの人たち10名ぐらいでご飯食べに行って、で帰ってきてもまだ時間あるから、ちょっと1時間ぐらい休憩しますかみたいな感じで、うんうん、みんなで雑談しながら事務所でね、はいはい、休憩してて、いいね、うんうん、で俺ちょっと眠たいから眠ろうと思ってちょっと寝てたんですよ、うんうん、で、まあ次の場所がちょっと遠かったんでロケ車でみんなで移動するよと思ったんですけど、起きたら誰もいなくて、え、どういうこと、え、1時から撮影だよねって、俺僕12時40分に起きてしまって、うん、で、あ、どうしようどうしようどうしようで、一回マネージャーに電話して、すいません、うん、ちょっと誰もいないんですけど、うん、え、何それバスの中にってことでしょ、あ、バスじゃない、もう事務所に、あ、事務所、事務所にいないって、え、はいはい、ちょっとじゃあ、あのディレクターさんに電話してで、うん、そこ急いで電話したら、うん、ディレクターさんに、あ、もしもし中地ですけど、うん、って言ったらディレクターさん、あ、中地くん、え、そっか忘れてたって言ったらそっか中地くん主役でしょ、なんでいないのかなって、そうだ忘れてたやって言って、まさかの存在忘れ去られてるごめんって、そう、主役なのに、ごめん申し訳ないんだけどちょっとダッシュで来てくれないかな、今中地くん待ちでさって、なんでいないのかなと思ったら、そうだ忘れてたよ、あっちあっちで中地のこと待ってたんだ、待ってた、中地どこにいんのって、一緒に行くって話してたのに、うん、ロケ車で、うん、どっか行ったのかな、で声かけますねって言われて、はいはい、うん、で忘れ去られてるっていういや、いろんな先輩に中地上存在感ないなみたいな言われるな、うん、いじられてたけど、まさか忘れ去られるとはと思って、マジなんだ、ダッシュで行ってでね、うん、もうディレクターさんもめっちゃ笑ってたもん、やばいな、存在感なさすぎるだろう、なんでなんで、存在感って何なんだろう、わかんない、だから一緒の空間にいて、確かに、じゃあそろそろ準備しましょうかってなってさ、まあ、寝てたんでしょ、ね、寝てましたけど、いや普通に見るさ最後、うん、で、ね、ま、何そんな端っこの下で寝てたとかじゃないでしょ、そうそうそう、がっつり真ん中っていうか、うん、この部屋で寝てたんでしょ、うんうん、そうそうそう、だとしたら気づけよそんな、なん同じ部屋だもん、嫌がらせかな分からんけど、おもろいなそれ、ガチで忘れ去られてたね、やばいな、じゃあちょっとコメント見ましょうか、コメント、うん、中田猫さん、お、また外向きになってる、そうなんですよね、なんかいろんな事情があるらしくて、まあね、まあ一応閲覧に来てくれる人たちのためみたいなのですね、うん、一応、うん、人生送りバントさん初見です、いきなりチンコチェックしていてびっくりしましたそっかそっか、はい、そっちから見てしまったんだ、そっかそっか、まあ、そういうラジオですから、はい、高ママさん、こんばんは、初見ですということで、ありがとうございます、今日初見さんが多い、ありがとうございます、じゃあいつものやつやりましょうか、はい、せーの初見だ初見だわっしょいわっしょい初めてやってる、これいつもやってるんでね、皆さんちゃんと理解してくださいね、ラジオっぽい、うん、でもそうだね、うん、俺もこういうことするラジオリスナーめっちゃ嫌いだわよ、 なんでああもうしょうもないと思ってるよ、ゆうねさんから自分も石垣出身です、はい、ああね、コメントでコメントなんかでね言って、石垣出身が意外と多いっていう、へ、うん、石垣いいとこだよ本当に、いいな、うん、ナッチョちゃん、ナッチョさん、はい、コウタさんおかえりって、ありがとう、ありがとうナッチョ、ありがとうございます、ということで、あ、シュプリムさん、さすが KY デンジャラスのコウタくんじゃない方にして沖縄のカリスマラジオリスナーおいそう、おい中地がね、はい、いろんなラジオを聞いてね、はいはいはい、たくさんメッセージ送ってるんですよ、あで、こいつと気持ち悪いとこはね、ガチで隠蔽してるんですよね、周りに、そう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 、気持ち悪いよ、いや、隠蔽してるのになんかバレ始めてきてて、うん、だからラジオの大体わかるよ、そりゃ、あ、バレるのか、うん、恥ずかしいんだよな、ね、もっとね、もうみんなに暴露言うと、こいつ、自分の YouTube アカウント作ってKY チャンネルにコメントしてますからね、こいつしかも腹立つのが、なんか中地さんかっこいいとか、そういうことするなら、わかるよ、え、何や自分のや、ね、好感度上げようとしてれば自分でコメントしてとか思うけど、はいはい、お前、変山さん面白いとかさ中途半端にガチなやつしてるさ、均等にやってる、りょうとちゃんかわいいとか、りょうとかわいいとか、どういう性癖、なんかだから気持ち悪いっすよ、ちょっと気持ち悪いですか、だから1個目とかコメントしたりとか、うん、そうそう、なんていうんだろう、面白いですとか、うん、え、怖くて、いや俺だけ知ってるさ、うんうん、これお前っていうの、うんうんうん、俺怖くてちょっと、うん、えって見て、どういう感情でこいつ、じゃどういう表情で打ってんのあれ、ニヤニヤしながらさ、そりゃこれは何、変座を喜ばしたいって思いってこと、どういう、あ、だから、うん、なんか演じてるんだよね、あ、これを変座は、うん、そうそうそう、悪い、
感じってこと？だから悪い、いたずらみたいな感じってこと？まあ、それはあるし、これは変だ喜ぶけど実は俺なんだよってこと。いや、 YouTube をね、 YouTube ばっか見てる頭のヤバい人はこんな感じのコメントするかなみたいなのを演技してる。お前さ、マジ2チャンネルのやつらと変わらんぜ。そう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 、本当に気持ち悪いよ。そのモードに入るわけさ、ラジオの時もそう。ああもう、うん、ラジオリスナーモードに、こんなこと言うかなみたいな、それが面白いってこと、うん、いやー、完全にめっちゃ送りまくってるからね。ちょっと読み上げていい？俺が最近送ったメール、送ったメール、じゃあちょっとリアルで読んで、じゃあ、うん、本当のやつね。メール、今メール見てます。これは、うん、いや、もうラジオも行ってよ。ラジオも行っていい？何のラジオ？あの、ニッキーさんの、事務所の先輩のニッキーさんのラジオに投稿して、 FM 読みたんかな、かな、うん、はいはい、これラジオネームは言わないでいいでしょ、うん、あっちは分からないんでしょ、分からない、ニッキーさんにも言ってた。ああ、なるほどね、はい、ニッキーさん、ハイサイ、今週のテーマ夏やり残したことズバリいるわ、彼女と離島に旅行行きたかったな、石垣島に行く予定を立てたのですが彼女の急な仕事のため断念、悔しい来年は彼女と旅行に行きた、あ、そういえば俺彼女いなかったや、彼女欲しいないるやつやし、これいるだろ、よくいるやつやし、いるだろ。で、これ読まれた、読まれたニヤニヤしながらで、よ、ちょっと右手でちっちゃくガッツポーズした。そうじゃあラスト行くで、最近、はいはい、なんか結構気持ち悪さよや、結構反応が良かったのが、はいはい、これは RBC アイラジオの自分時間に投稿して、結構大きいラジオだね、はい、テーマ宿題、エリさんこんにちは、この前親戚みんなでバーベキューをしていた時、うん、中学2年生のいとこが夏休みの宿題をやっていましたニーニーじらしてだ、ニーニーが手伝ってあげよう、見せてごらんありそうと言い、宿題を手に取ると、うん、一切わからない、中学2年の問題が解けない、自分の頭の悪さを思い知り、はにかみ笑顔でこんなの簡単さ、自分の力でやらないとと捨てゼリフを吐き、その場を立ち去りましたいっそう、これ結構反応よくて、その日のなんかベストリスナーみたいなのにも選ばれた、うん、面白いな、これ相手はお前ってわからない、わからないわからない、お前はそのこれのこれを送った翌日とかに、うん、普通にそのパーソナリティの方々と普通に、うん、あ、こんにちはって挨拶してる、そう気持ち悪さよ終わってるやだって、これの翌日とか普通に俺ラジオはいやあるさ、あっちで同じ場所で、普通に何事もなかったことよりと、昨日僕の MVP 選ばれましたとかもう言わないと、もちろんもちろん、もうガチやん、もう本当にだから一リスナーになりきって、だから今紹介した2つのメッセージは、うん、もう一切僕が経験してないこと作ってこういうこと言いそうだな、うん、ラジオリスナーは言いそうだなっていうのを、ちょっとだから沖縄の方言入れたりとか、ああ言いそうだな、でもありそう、ありそう、めっちゃありそう、ということで、なんかじゃあラジオ頑張ってる、はい、楽しいですよ、そうですね、演技してる感じがあって、なるほどね、はい、もう一人自分演じてる感じ、そうってことでね、ぜひ皆さんもね、はい、しょうもないラジオのねメールが来てたら、多分それ中地なんで、なんで中地探してみるといいかもしれないですねあーこれ俺かな、うん、みたいな、ね、YouTube のコメントでも中地のコメント探してみてください、これ YouTube は本当にやめてほしい、だいたいこれが中地かなみたいなコメントをね、ぜひ YouTube はでも死にコメントしまくってるよ、しかもガチな感じしてるからね、うんうんうん、連打するとかじゃなくて、そうそうそう、いい感じにガチにしてるんで、うん、皆さんぜひこれが中地かなと思ってね、 YouTube のコメント欄見てみてくださいということで、はい、今日の企画はですね、はいはい、この後にですね、何なんだっけ、アンケートバトル、アンケート調査、調査でですね、ちょっとヤンキーのについてちょっとね、はいはい、討論していきたいと思います。そして後半企画はですね、はい、あのデコボクトレベリング会議がですね、はいはい、恋愛相談室っていうのやってるじゃないですか、自分たちのラジオで、はい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 、でね、俺最近別れたさな、はいはいはい、だから女の子を、うん、電話で落としたいと思って、おお、なんでですね、この電話の落とし方、あのカイリはですね、はい、心理学の大学行ってるんですよ、おー、そうだね、学科、心理学の学科で、うん、ちゃんと恋愛心理学も学んでる、授業で学んでるんで、はいはい、あいつに恋愛心理学を駆使した電話で落とせる方法をね、うん、聞いてますんで、教えてもらったの、教えてもらったんで、いいね、それを実際に女の子に電話でやって、今日ですね、僕リア充なろうと思いますマジか、よろしくお願いします、マジで、じゃあとリアルで、まあ別に告白するとかじゃないんだけど、あっちが俺のこと好きになるような感じでやりたいと思います。うわー、ガチなやつやし、心理学も使ってから、それね、番組で後半でやるんで、まあ皆さん勉強にもなると思うんで、ぜひ最後までご覧ください、ということで、はい、ということで、はい、DJ ユンボーセレクション、久石譲でサマーをお聴きください。
はい、リオさんから世にも奇妙なわらわら。お前のあれだメールさんが可愛いけどな何も可愛くはないよね別に。ということでですね、どうですかアンケートバトル。まあまあとてか、それはリオちゃん心理学詳しくなったら逆に恨みそう、あ、逆にやみそうって。この人がめっちゃ明るく喋ってるけど、うん、心理学的に見たらめっちゃ嘘ついてる喋り方みたいな、うん、でもたまに思うのがあれ、うんうん、でもね、でもたまに思うのが、うん、なんか嘘を見抜く方法、浮気見抜く方法って言って、はいはい、男は目をキョロキョロさせる、はい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 、って書かれてて、うん、けど人によっては目をずっと見続ける、うん、あこれ判断してください人によりますって言って、え、それってどっちにしろどっちかじゃない、うん、はいはい、いやどっちかじゃん、はいはいはい、確かに目合わせないでキョロキョロするか、うん、目見つめるか、まあまあまあ、どっちかでしょうと思って、まあまあ、いやでもどっちにしろ分からんやんと思って、はいはい、俺別だな、うん、俺嘘ついてる時、うん、尋常じゃないぐらい鼻の穴が開くって。でも俺ちょっと聞いてみちゃういや意識したら大丈夫、うん、言われるばよ。いいかいいか、じゃあほんとにガチだ、ナガチ、お前は初体験は、はい、風俗だ。いいえこれはひどいってマジで、これはひどいって、いや見えてなかったからカメラでじゃあ次もOK もじゃあ次ね、ちゃんと嘘か本当か分からないんでね、はい、お前は4ヶ月前にラブホテルでベロンベロンに倒れていた26歳人妻とセックスした。いいえ。なんだかそれ。やばいって。あー、きれいな。すごいな。鼻の穴も広がるって言われるんだ。言われる。めっちゃ言われる。中学校の時から鼻低くしてるよとか。え、どんな感じなのかな。鼻低くするって珍しくない、うん、でお前分からんな落ち着いてる時、だってお前常に人見知りで目下向いてるし、あ、中地かわいそうなのが、はいはい、これ人見知りあるあるかな、うん、人見知りで目合わせてなくて、うん、ちょっと下の方を見るから、うん、よくお前あの高校の同級生に、うん、中地おっぱい見てるって噂もある。あマジで、もう今だから暴露するけど、中地喋る時おっぱい見てるって。うそめっちゃショックする。マジか。でもお前が喋る時、目見ないでちょっと下見るから、はい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 、そう喋ってる女子からしたらこいつ父見てね、ずっとおっぱい見てるやつじゃん俺。そうそうそう、噂待ってて。いや男も女もだよ、でも、まあ、俺そこね人見知りだよって言いたかったけど、うん、まあ、つまらんから、うん、中地はお尻よりおっぱいが好きって言っといた。なんでや訂正しれや。もう喋りづらいよしょ。じゃあ上見るといいんだよ、上。じゃ一回上見てみるか。こういうこと。上見る、だから目合わせて一回。人、あ、お前そう、お前人と男でも目無理だもん。俺とも合わせてるんですよ、うん。人見知りっていうか普通にもコミュニケーション障害。そう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 。ギリギリ猫と目合わせる。犬はもう犬見知りしてしまう。なんだ犬見知りって。なんだ目合わしきれない犬は。なんで下なのか。だから横でもいいさ、横。ああ、なんだろう、もう本当に無意識。無意識、超無意識。目合わせたらどうだ、目合わせ。気まずい。気まずい、気まずい。気まずい、おかしいだろ。久しぶりに人の目見たわ。どうなった人の目。綺麗だな。なんだ人の目って綺麗だな。俺、人見知り、チャンスさんとか人見知りじゃない。自分は全然違う。ね、違う人。なんだろう、人見知り知らんって。いつから人見知りなの、生まれた時から。いや。中学校ぐらいからだと思う。ああ、そうなの。うん、何かきっかけがあるの。なんか、わかんない、いじめられたとか、そういうのじゃないってこと。多分、ほんと
繋がらないとは思うけど、一応オナニーを覚えた時期ぐらいから人見知りするようになった。関係ないけど関係ないよ。ドンピシャ。え、これ共通するのかな。なんでだろ。本当にあるんだ多分。だからちょっと人見知りのね方がいるんですけど、あれらしい、共通するって言ってる。多分なんか性が、うん、なんていうの、自立して人間を、ああ物心覚えた時ってことか、うんうん、もうちゃんと物心がついてから。そっか、だからオナニーイコール物心なわけ。うん、そうか、そっか、だから大体重なってくるのか、うん、へえ、不思議な世の中だぞ。みんな人見知りする人いる？コメントとかでね、ぜひ。人見知りみんなするのかな？もう俺みたいなやつ天敵だろ。あ、もう無理。俺でも初対面でこれとかするもん。あー、してるわ。いや、これ別になんか、うれーとかじゃないよ。普通に、なっだから普通に、俺さ、初対面でも、こう来るさ。ちょっと分からんけど、バスとか。俺今度よろしく。うわ、最悪だよこれマジで。人見知りの人にやったら。で、目合わせてねえかったら、え、俺の顔見ろやで、これ本当に僕だったら死にたいと思います。ここで命なくない。さあ始まりました KY デンジャラスとデンジャラス、あ、じゃあ始まりましたじゃない。さあね、はいはい、もう一回やりましたデンジャラスナイトということで、はい、企画いきましょうか。はい、最初のコーナーは KY デンジャラスのアンケート調査。よいしょよいしょ。はい、ということでですね、はい、アンケート調査をしていきたいと思うんですけど、今回どういうことを聞きますか。今回はですね、うん、ツイッターで、はいはい、ちょっと話題になった、はいはい、沖縄のヤンキーの暴走族が、はいはい、まあ、警察車両とぶつかって、まあ、ぶつかったというか警察車両からぶつかりに行ったのかな。まあまあね、うん、そんな感じでぶつかったんですよ、うん、でその動画がツイッターに上げられていて、上げられてね、うん、ちょっともう物議を醸してるというか、まあ、どっちが悪いかってやつ、うん、まあ皆さんはどっちが悪いの、うん、警察が悪いだから、まあ、俺それ偶然後輩の変山と生で見に行ったんですよ、うん、そうそうそうらしいね。ぶつかった瞬間も見たんすけど、うん、あのね微妙にね、どっちが悪いか。ただ警察が意図的なのかもわからない。あーなるほど、うん、そもそも、あー、うん、なんかね、パトカーがバイク追いかけてて、うん、ちょっと横同士でぶつかって、うん、でバイクヨレヨレってなって、うん、で一瞬パトカーがヨレヨレってなったから一瞬止まればよ、うん、切って、うんうん、そしたらバタンって倒れたばよ、はい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 、軽く倒れそうになったばよ、うん、そしたらもう一回アクセル踏んでバンってぶつかったわけさ。あだからこれは警察は意図的に、まあ、その意図的にも中にも、うん、もうこけさせて捕まえようと思ったのか、はいはい、なのか分からんけど、はいはいはい、意図的なのか、うん、もう一度追いかけようとしてアクセル踏んだらこけたからガンってなったのか、 あっちが進まんから、はいはい、もうどっちか分かんない。あ、うん、これってそういう捕まえ方もあるんですかね。ぶつけて捕まえるみたいな方法もあります。いやもうアメリカの警察とかはもうゴリゴリに殺しにかかってるよ。昔はあの、はい、鉄パイプでフルスイングだったらしいよ。警察マジか。それも後ろの後輪に突き刺すぐらいの手で投げてきたりとか、回らないようにするとか、もう本当に顔面向かってフルスイングだったって僕は聞きましたけど、時代だね。シュプリームさんから暴走族のやつって、うん、そうですそうです、うん、まあだから Twitter とか YouTube で沖縄スペース暴走族ってやったらすぐ出てくると思います、うん、出るね、うん、これはだから警察意図的なのかな。だから、うん、まあ別にこいつをぶつけてやろう懲らしめてやろうじゃなくて、普通に街の、うん、普通パッとねこの後事故ったりしたら危ないから、うん、自分が軽くぶつけて、うん、転倒させて捕まえる方がいいっていう判断かもしれないしね、普通に、うん、別にこの野郎とは思ってんさ別に、ね、うん、ただ、うん、まあ皆さんどっちが悪い、皆さん意見お願いします。じゃあコメントでね、うん、これはどっちが悪いと思うか、暴走族か警察か、お前はどっち。僕はね、もう警察の行動に拍手を送りたい、うん、ああなるほどね、うん、なるほどなるほど、これはもう意図的にぶつけてほしかった、うん、欲しい、逆にね、うん、この野郎ぐらいの勢いでもいいと思う。ああはいはい、まあ俺もなー、まあだから難しいよね。まあぶっちゃけここ別れた方がいいかもしれんけど、うん、俺もぶっちゃけ警察派なんだよな。どちらかといえば、うん、警察派ではあるけど、まあでもね、ツイッターとか見てたらやりすぎだよ、ほとんどね、やりすぎとか、うん、警察やばいなみたいな、まあ、基本的に警察嫌いだからね、みんな、うん、だからだ、だから生徒指導の先生が何をしてもみんな生徒指導を敵にするから、まあまあまあ、そういうのもあると思う。みんなコメントどうなんだろう。
でも俺は別に警察が悪いっていう意見も俺は別に変とは思わんよ別にね。あ、それはそれやりすぎって意見も、まあ、意図的にやってるとしたら確かに。はいはいはい。いやだってさ、いざ自分の友達がでも暴走してパトカーにあんなことされたら一応は切れるやん。まあそうか、うん、そうか、なるほどね。いくつなのあんな暴走してんのは。お前もやってたでしょ。いやいやいや、お前さ、いや全然やってない。何様やねんお前。全然やってない。お前あっち側と思ったよ。やい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 や、全然そんなことないです。俺が言うなら分かるけど、お前もや同じような。いや俺らはもう可愛いやつだから。でも俺も気持ちは分かるのが、うん、俺たちって、うん、こうみんなにキャーキャーされたい、チヤホヤされたい、うん、まあ、ツイッターでキャーキャー、うん、その場でね、キャキャされたいから、うん、お笑いやったり、はいはいはい、芸能活動してるさ。あ、そういうことなんですよね。だから、うん、暴走族たちからしたら、うん、ツイッターで日頃ね普通に、うん、ビール飲んでます、うん、とかツイート飲んでるなうってツイートしたら、うん、3いいねぐらいかもしれない、はいはいはい、けど今から美浜で暴走しますってつぶやいたら、うん、みんな来てねって言ったらコメントで楽しみにしてますって、うん、ね、いっぱいコメントが来たり、うん、リツイートも100リツイートぐらいいくさ、うんうんうん、そいつからしたら、あ、なんかすごいな俺の、まあ、存在価値じゃないけど、はいはいはい、人気問題なんて思うさ。そうなんですよね。でいざブンブンブン、なんか終了したと。ツイキャスがちょくちょく終了する。あ、30分かかな、うん、ちょっとあの夕方から調子悪いみたいな。 あ、そうなんですね。すいません。始めた。はい、すいませんね、ちょっと、いや、そのまま、うん、はい、すいませんね、ちょっとね、ちょっとツイキャスがね、不調ということで、ちょっと途切れたんですけど、はいはい、そう、さっきどこまで話したっけ。だからまあ、俺たちは目立ちたいから、そう、だからツイッターで、つぶやいたら、100リツイートくらい来るわけさ、うんうん、みんな楽しみってコメント来るし、うんうん、で、いざ会場、美浜にブーン行ったら、うん、俺行ったんだけど、うん、200、300人いるわよ、野獣馬が。はいはいはい、200、300人で、らしいね。もうブーンって登場したら、その200、300人が、わーみたいな、200、300人ってやばいね。拍手喝采で盛り上がるわよ。だから暴走族からしたら、うわーみたいな、お人気者だわーって感じさ、はいはい、で警察とバトって、はいはいはい、だからそういうなんか気持ちもわからんでもなくない？わかるわかるわかる。一応ね、だからみんなやっぱスターになりたいんですよね、うん、何かのスターになりたいっていうのは言い過ぎだけど、うん、目立ちたいというか、まあまあ言いたいことはわかる。だからヤンキー、キャーキャーされたいみたいなのあるか、うん、ヤンキーはもう暴走か青年会しかないんですよ、もう。ああそうだね、うん、確かにね、ここしかもう、うん、活躍できる舞台がないというか。そうなんですよ。だから気持ちも分かるけど、分かる、うん、分かるけど、うん、うん、まあまあそれでもな、うん、いやでも正直俺も暴走族のあのバイクかっこいいなって思ってた昔は。やっぱそうなんだ。中学校の時かっこいいなって。いや、そういう時代があるんだやっぱ。俺はなかったけど、今はもうなんか気持ち悪いと思うんだけど、ね、日本の国旗とかつけたりなんか、うわーもう長い白い長いなんだあれ。うーん、はいはい、椅子のね、うん、背もたれがスキーのジャンプ台かなみたいな。上に行くやつ。はいはいはい、うん、ね、ウェイリーとかも俺全然かっこいいと思うんだけど、あれわかんない、俺は原付でもいいと思う人だから。お前も一時期はいいって思う時期あったんでしょ。中学校の時お前ファッションもそうさ、一時期リーゼントとかしたりとか。そう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 、あの頃はあれをかっこいいと思ってたんでしょ。そう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 、不思議やさそれ。だからなんか頭の中で喧嘩してた。どういうこと？嫌いな先生と。ああ、うん、頭の中でね。あ、直接喧嘩したいけど、うん、それはちょっとチキってしまって。そうそう、目の前でタバコ吸ったり。頭の中でやって、うん、妄想ね。で、うん、でお前は顔はニヤニヤして。変わらないな。今と変わらんやし。なラジオと変わらんや。ああ、この前なんか憧れるものだと思うよ。ああ、そうなんだろうね。だから、うん、そのヤンキーたちからしたら憧れの先輩がいるさ。うん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 、その先輩が。あの服をつけて、うん、あのスリッパを履いて、あのバイクに改造して、あのバイクで あの行動をしてるから、うん、後輩たちはかっこいいと思ってるから真似するんだって。いやダサいよあれは。でもだからたまにお前、気づかないと。え、でもたまにない？例えば俺ジャスティン・ビーバー好きなんだけど、うんうん、やっぱ自分の好きな人のファッションって真似たりするさ、うんうんうん、やっぱそのセレブとかもおかしいでしょ、そのファッションっていうファッションするさ。うん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 、うん、俺でも俺はそのジャスティン・ビーバーがたまにおかしいのファッションしても、うん、おかしいと思うんばよ。なるほどね。かっこいいと思うばよ。あー、でお母さんとかいろんな周り友達から、え、この格好はジャスティン・ビーバーでもダサいって言ってるけど俺はかっこよく見えるから買うばよ。で1年後ぐらいにその洋服見たら、ま、めっちゃダサみたいな、こんな格好で俺街中歩いさばって思ったりするから、はいはい、ヤンキーもそんな感じじゃない。だから、うん、憧れの人はが何やってもかっこよく見えるんだよ、はい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 、うん、周りがどんなダサいって言ってたの。あ、そんなもんだと思う。リホさん、お前もだってそうさ、うん、あのエミネム、はいはいはい、エミネムのこのポーズ。なるほどね。
俺はずっとダサいって思ってたけど、はい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 、お前写真のたびにこんなしてたあんなもんじゃないだから一時期ひどかったな、あれはひどかった、俺は痛いと思ってたけど、あ確かに俺は痛いと思ってたけどね、あんなもんだと思うんだよ、ね、多分リオさんから、はい、内地で追いかけられていた犯人が電柱にぶつかって亡くなってしまって、うん、電車止めちゃった事件も結構話題になっていた、まあね、まあ、一応逃げてる側はね、一生懸命、まあ、必死ですからね、だって俺も泥銃の時とかも、うん、あ、そうだ、俺も婚姻旅行あれだあれだ、俺体育館で野宿してて友達と、うん、はいはいはい、高校の、うん、で警察来て俺体育館から飛び降りたんだよ、だからよ、逃げてる人って、うん、何が何だか分からんやつ、ね、はい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 、確かに危険かもしれない。シュプリームさんから、はいはい、暴走族じゃないけど昔はゴリゴリのレーシングカーで走り屋をやっていたから、アンチ警察、そして違法行為をしていても生命の安全は別、うん、どうなんでしょうね。いやでも僕はもうなんか暴走してもめっちゃスピード出してる暴走族がいたとしたら、はいはい、もう警察車両はもうその違法行為をしてる暴走族を殺してでもぶつかって止めた方がいいと思う。あー、周りのためにってこと、うん、でもだからそんな暴走してる人にさ、いやだから自分の大切な人を殺されたりしてね。でも難しいのが、うん、人を殺した人とか、うん、人を殺した例えば40歳が逃げてて、うん、他の人も殺すかもしれない、うんうん、ぶつけて引き殺す、うんうん、もうそれしゃあないとかは分かるけど、うん、はいはいはい、じゃあぶっちゃけ、うん、未成年の、うん、お前も同じさ、はいはいはい、未成年の一瞬の、うん、過ちというか、ね、過ちの気持ちだべ、若気の意図半年かもしれないし、もしかしたらこの1回だけかもしれないし、うんうん、お前がだからなんね、分からんけどね、なんかヤンキーしてた時代にちょっとしたその一瞬の緩みさ、うん、その後は別に更生してるじゃん、うん、だからこのヤンキー時代にもしかしてお前が警察に殺されてた、分からんさ、だから、はいはいはい、なんていうそういうだから難しいよそこは。ああ。一応未成年っていうのあるさ、そういう未成年だから甘やかすとかじゃなくて普通に、うん、難しいねこれは、うん、皆さんの意見聞きたいですね、うん、ツイートしますか、誰のでします、僕ので、しましょうか、はいはい、まあだからあのね、レイの暴走族、うん、まあ文はなんか違う考えてね、うん、皆さんコメントじゃあお願いします。どうですかね、どうなんだろう、みんなどっちが悪いと思うのかな。まあどっちが悪いって言ったら、まあ暴走族は悪いけど、あのぶつけた件に関してはどうなんだろうな。まあな、一瞬の過ちみたいなのあるからな。卒業の暴走だったんでしょ、なんか、あ、そうなんだ、うん、この時期にラストだったらしい。あ、卒業じゃない、ごめん、卒業じゃなくても引退。あ、うん、なるほどね、今回で引退っていう。もう暴走族なのあれは。ね、天眼うるましらへんのなんかそういう暴走集団みたいな、はいはいはい、だからさん、初聴取です。聴取なんて言うんだろうこれ、やばい俺バカが出た。拝聴は、はい、拝聴、拝聴、分かってますよ。いや読めてんかっただろ。何の話だろう、ちらって暴走の話ですね。高田さんね、いつもありがとうございます。暴走の話ですね。暴走のね、なんか美浜で暴走して、まあ警察がまあ故意的、意図的かはなんかわからないんですけど、ぶつかって止めたとね、暴走族を。でもこれがちょっとひどすぎるんじゃないかってことで、ツイッターで話題になってて、それがどっちが悪いかっていう、まあ、どっちが悪いかっていうか、どっち派ですか、皆さんは。コウタさん、沖縄の吉本推しコウタさん、中地ちゃん、コウタちゃ、はてな。なんとも言えない。どういうこれ、打ち間違いかな。これこんなでいい。先日話題となった沖縄で警察車両が暴走族にぶつかった動画について、これで伝わる？件について、動画について、うん、大丈夫、動画について。警察は悪い。うん。ん？どっちが悪いか。皆さんはどっち派ですか？おかしいか。どっちが悪いか、どっちが悪いかってのもおかしいですよね。うん、どっちが悪いか、警察のやった行動は正しい、正しくないんですよ、ね、あ、はいはい、ぶつかって止めた。でも分からないんだよ、だから意図的なのか分からんから、うん、ああ、まあ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 本当にだって間違えてぶつかったかもしれんから、うん、まあちょっとぼんやりしとこ、そこは、うん、高田さんよかった、コウタさん元気だって元気っすよ。俺なんか難しいのが、うん、別れたみたいな感じになった後にさ、うん、俺が元気よくやってもなんか、あ、コウタさんなんか無理してるわ、頑張ってるわってなるから分かる、はいはい、かといって落ち込んでもなんか、うん、コウタさん落ち込んでるってなるから俺何もできない今俺ね、思いません？だみんなに、え、俺別れたこと振られたこと気にしてないよって言っても強がりみたいだし、はいはいはい、気にしてるって言う、なんか触れないのもなんかガチ感あるし、なんかもう難しい、難しいっす。でも全然今はね、
はい、今投稿しました。はい、しましたということでですね、はい、じゃあこれは番組の最後に発表していきたいと思います。一旦 CM に入ります。はい、まあ本当わからん、本当にわからん。年齢によるかもしれないね。高校生以下とかはあれかも、みんなとりあえず芸術が悪いって言うかもしれない。さすがにでも高校卒業した以上はあれじゃない、多分わかんないけど。わかんないな。でも確かにやりすぎっていう意見といえば、どっちが悪いで言えば暴走族だけど、やりすぎ。なんか YouTube にもその動画が上がっていて、はいはい、沖縄の暴走族 VS 警察みたいなのが上がってて、うん、コメント欄はもうほぼ警察の行動は正しいみたいな。あ、え、そうなんだ。Twitter はほとんどあるってよ、ね、悪いみたいな。そうそうそう、だからまあだから YouTube 見てる人は内地の人だと思う。あー、そっか、うん、で、俺もそのアカウントに暴走族ザマー、わらわらわらってコメントしてガチ勢やないかい。ガチ勢やな。1ヶ月ぐらい前にコウタさん顔まんじゅうみたいだよねってコメントしたのお前。俺じゃないよ。俺じゃない、これは違う。それはガチやし。でもシュプリームさん、速報です。 FEC 旗揚げ記念公演アカウントバッペ上等さんにフォローされました。あ、誰言ってんのかな、あれ大家さん。あ、これ言っていいやつかな。ダメでしょ。いいか別に。もしよかったらぜひ、シュプリームさん、まあ東京からだからね。なんか今まで YouTube でこ、なんか今まで YouTube でコメントしたの何があったか。あ、めっちゃあるよ。ヒント言うじゃん、1個今までコメントしてきた中で。これバレるの嫌なんだけど。1個だけじゃん、1個だけ。ほぼサブ KY チャンネルと KY チャンネルはまあほぼ、いや、どういうコメントしてんのかな、一個一個言えるだけで。ね、りょうとくんの声だ。10秒前でーす。これ大体さ、お前りょうとくん可愛いとかも強いてるの。10秒前だってこれ大体。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあね、はい、KY デンジャラスのデンジャラスナイトやっておりますが、はい、それではここからはお楽しみの後半曲に行きましょうか。コータが、はい、まあ、帰りから習った心理学を駆使して、はい、心理学を駆使して、まあ、女の子を落とすというかね、うん、女の子が惚れてしまう。もう帰りが言うには、うん、女の子が惚れるらしい。はぁ、たったこの5分10分の電話で女の子が惚れるキーワードがあるらしくて。マジでもうあとだから10分ぐらいだけど、いけるの。まあ、方法が4つ、はいはいはい、この4つを皆さん使ってください。この4つを皆さん女の子に電話で使うだけで女の子は惚れます。はいはいはい、ってカイリが言ってました。おー、うん、ということで1つ目、はい、あ、どんなのがあると思う。例えば、え、あのね、うん、え、これ電話限定。電話限定。あ、そうなんだ、うん、多分、うん、なんか何してるのから入るのかな。そう、何気ない、具体的やさ、何気ないやつ。はい、1つ目、はい、まあ、カイリ情報ですよこれは、うん、1つ目、声は低い方がいいらしい。あー内容じゃなくてそっちなんだ。おー、そして2つ目、うん、この時点でちょっと狭まるんですけど、はいはい、関西弁。でも心理学的にそうなんでしょ。関西弁が好きってだからこうなんかなんていうの、気軽に、はいはい、うん、なるほど。だからこの時点で沖縄の人は消されましたもん。、うん、でも関西弁真似ることはできるから、はいはい、はい、うん、僕も関西弁使っていきたいと思います。3つ目、ちょくちょく肉食系発言。あー、ちょくちょくちょっとド S 発言。ちょっと S っ気のあるね、うん、ちょっとちょくちょく S っ気を出していくと、ちょっとね、ちょっとっていうのがポイント。だそこ俺アドリブだから怖いんですけど、ちょくちょく S っ気を出せる、はいはい、もうもしかしたら出せないかもしれないけどちょっと出していくと、はいはい、なるほどね。4つ目、たまに天然発言。たまにたまにちょっと天然なこと言うと、いやこれさ、この S とのギャップ、 S と天然のギャップということでですね、今から女の子、ガチ女の子に生電話して、この4つをね、この4つもう一回確認しましょうか。声を低く、そして関西弁、ちょくちょくド S 発言、たまに天然発言、この4つを意識して電話して、今この10分でですね、この女の子を落としたいと思います。それでは電話していきたいと思います。取る、はい、お願いします。これ音鳴ってるかな。あ、多分ちゃんと繋がってないんじゃない。あ、ちょっと待ってください。よいしょ、ということでね、はい、ちょくちょくド S 発言が難しいな。いけるかな。
ドレス発言。あ、音鳴りました。天然っていうのがね。はーい。あ、もしもし。ルナ。うん。あ、そこ。もしもしやねん。ひどい。ひどい。ほんまさ、今何、うん、何しとるん。ひどいよ。なんでそんなこと。入り悪いよ。今何しとるん。何もしてんよ。何しとるん今。別に。遊んでるん。遊んでないよ。カオゴのカオゴ見てた。カオゴのカオゴ見てるん。うん。お前あれだな。は？ニートだな。何？ドイツ発言。ドイツ。お前はニートか。ドイツ発言。ドイツ発言。なのかな？わかんないですけど。は？ニートじゃない。こんな時間から働かないだろ。風俗かお前。他に今日何した？ねん。他に今日何したねん。寝てた。寝てた。お前はカビゴンかねん。いや、何言ってんだマジで。お前はカビボンかやねん。お前は何カビボン。寝てブクブク太って、ブクブク太るんじゃないか。そんなさ、カビンゴンかやねん。お前はいいよいいよ。エスっぽい。あ、相手も感じてますね。カビゴンってあれだったっけ。ん、ディズニーだっけ。天然出ましたこれは。意図した天然が出ました。ポケモンってディズニーだったかねん。とポケモンっていけんやし、うん、ポケモンはポケモンですよ。素晴らしい。あ、いい天然が出ました。天然出たねん今。あ、自分で今天然出たねん俺。天然は天然って言わないねん。お、お、ちょっとなんか仲いい、仲いい。来てますね。距離は縮まってますよ。俺のことどう思うねん。ほんま教えてや。なんとも思ってないね。いい友達かやん。いい友達かやん。全然関西弁でしてない。どこの声の言葉やん。わいのこの声の低さどう思うん。かっこええ。全然。全然。お前全然。ほんまお前は芝居だろかお前は。ただただキモい。最近調子どうやねん。やねん。やねん。最近調子どうやねん。どうやねんお前は。早く言え。54321。肉食熱。肉食ね。早く、早く言えよお前。ビシビシ喋れ。最近どうやねん。どう。どうもないねん。ちゃんと海とか行ってる？何それ。海とか行っとるん？なんで海行っとる？なんで海だ。行ってる行ってる。海行ってる行ってる。海。うん。あの滝の下にあるのはあれは海か。出ました天然かな。あ川か。川だな。ひどいよ。川だな。天然出ました。待って、キュンキュンしてるよ。ほんま。じゃあわしのことどう思う最後。いい友達や。ありがとうなほんま。さよなら。無理だー。ひどい。相当ひどい。じゃあまず言っていい、うん、関西弁が無理だ。まあ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 、まず、うん、でもどう、肉食はちょっといい感じなのか。あ、ちょっといい感じだったような気がする。ね、うん、でも心理学的にはそうなんだよね。関西弁、うん、相手も関西弁乗ってきた。はい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 。これ結構いい距離気がする。ああ、本場の人にね、やっぱ使われたら、でもさすがに。いや逆に可愛いんじゃない、だから。うん。だから関西弁じゃない人は関西弁喋るっていう可愛い。あ、そっち？うん。あで声低さも結構やっぱ、うん、いいかなって思ったし、はいはい、まあ、ちょくちょく肉食系とか急にね、うん、だから、早く喋ろうや !35431! 芝居とるか、はいはい、とか結構キュンキュンしたんじゃないかなって思ってる。多分ね、この、うん、距離は
最初は那覇と宜野湾ぐらいの距離だったんですけど、はいはい、この電話をすることによって、うん、那覇と石垣ぐらいの距離どうせや海ありやし、だいぶ遠くなりました。天然発言が難しかったやつさ。あー、うん、意識する天然はね、あれどうやってるんでしょうね、意識してる系天然の人たちは、あ、あー、あいつらはどうやってるんだ。じゃあちょっと領土に電話してみようか嘘いや、あいつはガチだから、リョウトガチ、リョウトガチだから、あれ意識してたら俺殴るよ、ほんとに。だリョウトの俺こういうのがめっちゃ好きで、リョウトわざと握力してる、はいはいはい、リョウトがガチで嫌がるから、お前の趣味だよな、リョウトを悪役に仕立てるやつ。まあほんとに落としれようとは思ってないよ別に、けどリョウトがこの嫌が焦るのが面白い、ガチ焦りだからな。リョウト俺ほんと溺愛してるリョウト溺愛、マジで可愛い、ほんとってことでね、アクちゃんさん、家事しながら聞いとるんやけど、あ、本当に、あ、大阪の人、あ、家事しながら聞いとるんやけど、その関西弁ほんま笑ったわ。え、大阪の人、よかったよ。なんかね、大阪弁あんまね、バカにしたらなんか怒られるって聞いたことあったからちょっと嬉しい、言うてますけどちょくちょく挟むなということでですね、はい、中地的にどう思う、恋愛心理学は。あ、でもこれは本当のやつなんでしょ関西弁、帰り情報だ、帰り情報帰りじゃ、でも帰りさ、うん、恋愛心理学俺は駆使してるとか言う割に、うん、1ヶ月ぐらい前彼女に振られてるしね恋愛心理学駆使して振られてるからはいはいはい、はい、確かにね、信用できんかもしれない。今も5年ぐらい付き合ってるやつが言ってるならあれだけど、はい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 、うん、最初からもしかしたら信用してるのおかしかったかもしれない、うん、はいはい、まあでも統計でそうね、授業で習ってるんだったら、まあね、もしかしたら、うん、ということでね、皆さんもサイトとかでね、たくさん調べてください、うん、はい、恋愛心理学いっぱいあるんで、うん、例えば俺が今までもっと調べたのは、うん、LINE とか返すスピードは相手の半分がいいらしい、うん、え、ああ、相手が自分に1時間で返してきたら、うん、30分で返すのがいいらしい。あー、なるほどね、すぐ返すのもダメらしい、はいはいはい、逆に同じくらいのスピードで返すのも進展がないから、あ、だから半分ぐらい、はいはいはい、俺それ高1の頃徹底してたやつ。俺も、あー、でもちょっと意識してるかも、この LINE 返すスピードとか、あと自分から女の子に LINE グイグイにするけど、はいはい、最後は俺が既読して終わるみたいなそれで使うこれみんな使うよね、使うやつ、あえてスタンプも送らないみたいな最初らへんね、うん、うん、片思いの時とか使うかもしれない、そう、うん僕の前にいる人がこんな絵を描いてました。ダメですよダメですよ、本当にリアリティだからやめてください。これ最悪ですよ、だいたい俺の前に誰がいるか分かるよねみんな最悪ですよ本当にもう上手すぎるだろ。これも最後出た方がいいんじゃない、もうリョウト実はずっとリョウトがいました。リョウトちゃん、リョウトが今日は見学に来てくれてます。リョウトちゃん、この後ね、でデート行くから、ということでエンディング。リョウトどうですか、へへへ、ラジオ聞いてて、今日は恋愛心理学駆使して、あのね、うん、お前ら帰りの言うこと頼らん方がいいと思う。なんで最近あいつもいろんなことでやみすぎておかしくなってきてるから多分やらない方がいいと思う。事故ったしね、事故ったからやばいから、あいつ自分で分析できてるのかな、あ、今俺の心理は心理学的にかなりやばい状況だみたいな。確かそうだよ、だって心理学駆使してるやつがやまないでしょ、うん、そうだねそうだね、確かに、うん、最近お家で狂うように筋トレしてるしマジで、うん、狂うように、窓閉め切って筋トレしてたよ、狂ってるね、うん、それは、うん、じゃあ最後ね、もしかしたら見てるかもしれないから帰りに、じゃあ一言両とか相方から、僕が伝えたいのはですね、次は死ぬんじゃないかなって心配です、心配やし、死なないでという感じ、怖いな大丈夫だから大丈夫だから、怖いな、ね、ということで可愛い可愛い両太ちゃんでした、ありがとうございます。そうですね、スプリームさんからリョウトちゃんって来てます。そうそう、もうみんなのアイドルリョウトちゃんですからね、皆さんぜひ応援してあげてください。はい、明日もねリョウトたちはラジオあります、ね、ラジオあるんです、水曜日同じ時間ですね、11時間ありますんで、ぜひ見てくだ聞いてください、はい、以上 KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした、ありがとうございました。はい、ツイキャスはですね、あとじゃあもう、じゃあリョウトも入ろう、俺どうしたら、はい、いいっしょ、関西弁って難しいね、うん、そうだね、じゃあ、まあ、関西弁で喋ってみようさ、しばらくじゃあ、いいね、やろう、じゃあ関西弁をじゃない言葉か、うん、これ関西弁ってやつ言った人
今ゲップしましたよね今。さあ、ゲップしてましたよね今。切った人、ビンタじゃビンタ。あ、なるほど。あ、でちょっとその前にアンケート調査の結果だけ。そうだね。まあ両方の意見聞いてみちゃう。両方どう？正しいか正しい。警察が正しいんじゃない？そうだよね。まあ俺らの年代まで来たらそうなってるよな。15分しか投稿してないんですけど、95票入って、71% 正しい。ああ、意外と少ないんだ。少ないね。意外と少ないっすよ。意外と少ない。30% は正しくないんだ。そう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 、30% は正しくない。そっか。そっか。うん。でもね、やっぱ正しいって言葉はちょっと違うけど正しいにしたってね。うん、正しい、うん、難しいよね。ちょっと難しい。どうなんだろうな。そっか。まあでも今の警察の皆さん涙ぐましい努力してますからね。そう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 ですね。当てるどころか今もうビデオ撮影だけで。うん、そうなんですよ。俺たちの時も俺とヘンザーが見に行った時もカメラ撮影した。へえ。カメラ撮りまーすって。暴走族ってカメラとかどうでもいいやん。はい、難しそうだったな。白バイ追いかけるだけだしさ。大変だな。スクリームさんからおまんこちんこーしって山梨弁好き。俺の好き。嘘つけよ。俺の好き。俺今両とか可愛すぎて、うん、嘘つけっていうツッコミ、うん、自然に嘘つけ。頭撫でる。最近ずっとだわ。やばい。で変態にはめっちゃ強く叩くわ。両と出来合いすぎて自然にツッコミで頭撫でる。嘘つけ。両とか死ぬわ逆に。潰れだしちゃう。全然。ごめん。そうだね。ちびかめはいたの？ちびかめってなんで？パイプ振り回して後ろのね、後ろでね、棒振りました。ケツ持ちみたいな。で、おもろかったのが暴走族 VS 警察っていう戦いさ。まあまあそうだね。なぜか俺が見た時は、なんかおっさんが、なんか暴走族がブン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 って交差点の真ん中でぐるぐる回って、白バイもそれ大きくて、ケースもブーブー回ってる中、そのぐるぐるの真ん中で、なんかロン毛の白髪のおっさんが、こんなしてる。こんなしてる。え、どっち側それ、いつは。だから、もう、どっち側新しい第三世。あ、なるほど。すげえ。全然わかんない。で、こいつもこいつで、暴走族にも文句言うのよ。へぇー、柳原バカガキがみたいな、はいはい、かといって警察にも文句言う。へぇー、ほんとに第三勢力なんだ。ほんとに第三勢力で謎の第三勢力が現れた。そいつにぶつかったら面白かったけど。あ、りょうちゃん、天眼バーニーズって歌出てきました。そうそう、天眼バーニーズなんですよ。有名だよ。ダサくない？なんか、俺らの親世代くらいからあるんですよ。そうそうそう。そんな歴史がある。なんかよ、俺たちが中学校までチャンプロードっていう。ああ、懐かしい。懐かしい。何も大好き。そういう世界を送る。なんかヤンキーの雑誌、暴走族の雑誌が、今もう今なくなったもん。あ、そうなの。暴走族の雑誌が、うわあ、もう毎月見に行ってたよ俺、伝えに。やっぱり俺もなあ、この二人ね、もともとそういうね、ちょっとね、ちょっとやさぐれす時期だったからね。天眼バーニーズ結構入ろうと思った時あった。ああ、さすがに怖かったな。入るのが怖かった。怖かったかな。あら、どういうあれで入るの？スカウトとかあるってこと？いや、もう流れじゃない、地元の青年会でライブみたいな。なんとなくか。俺ら地元首里なんですけど、首里もまあ歴史の名高い暴走族。おお。今も？いや、亡くなったんだけど。亡くなったのが、もう死亡者が。一人リーダーが。いや、リーダーではないけど、事故で亡くなってしまった。あ、でも確かに。そうだ、その人は単独で亡くなったんじゃなくて、人も、他の人を巻き込んで、人引いてから。そう、最悪や。そう、そういうの引いたらダメだよ、本当に。ほんとダメだよ、だから絶対。だから、なんか交差点でやるからダメなんだよね。あ、だから、どっかの広い空き地、なんか、なんていうのかな、基地跡とか。はい。で、自分たち通報して、ぐるぐる回っていけばいいんだよ。その運動場みたいな場所で、ぐるぐる回りながらパトカーとやればいいんだよ。そこに自分たちの SNS 呼んだやつらを遠目で見させてもらう。わざわざな交差点になるからな。確かに危ないもんな。確かにそれは、どうかもしれんな。見た目いかつくてうるさそうなバイクだけど、ちゃんと交通ルール守る、なんか、
やつもいるよね。チューブが多い。ただ、うん、バイクが好き。そういうバイクが好き。ハーレーが好きとかいるそうな、普通に。ああいうのはいいんだけどね。でも音はだるいなあれ。何もかっこいいと思ってんよ、私。うるさいあれ、マジで。なあ、何もかっこいいと思わんよ、お前。そんな。最近下手くそ多いですからね。あ、そうなんだ。お前下手あるんですか。あれはちゃんと刻まないといけないんですよ。ドレミはそうあるんでしたっけ、なんか。ですよね。本当はめっちゃ難しいんですよね。まあギア、ギアとハンクラを駆使して。すごい。あれで金でくれるだろ、なんかお金。素敵なね。素敵なメル。オーケストラとかやってる。確かに。指揮者もつけてから。いい、それなら全然いいけど、感動させてくれるぐらいの音色をね。ババ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 バ、いいな、星空の中で。それだったら応援するよ。あと30秒。はい、ということで皆さん、今回もですね、ケアマイデンジャラスのデンジャラスナイトありがとうございました。今日のラジオは KY デンジャラスコートと中地と亮斗でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後くそ下手くそっていう。